鶴崎踊りにはしっとりと優雅な踊りの猿丸太夫と軽快なテンポの左衛門の2つの踊りがございます。現在は猿丸太夫を主に踊っておりますが、歴史的には左衛門の方が古く、鶴崎では昔から左衛門のことを三拍子と呼んでおりました。踊りの起源は遠く永禄3年の頃、西暦で言いますと1560年頃に遡ります。時の文後の国司大友義重、後の大友宗麟が一時遊興に蹴って政治を顧みませんでした。重臣の別紀秋氏はこれをいさめようとしますが、なかなか会うことができません。そこで面会の機会を作るため、京より踊り子を招いて踊らせたところ、国司の気持ちも和らぎ、中間を聞き入れると伝えられております。その時の踊りが三拍子、左衛門の始まりと言われております。今日、鶴崎踊りと言いますと、猿丸太夫を指しますが、猿丸太夫は伊勢踊りが起源と言われております。江戸宝永年間、西暦1704年から1711年頃、鶴崎は肥後熊本細川市の54万石の飛び地で、藩主の江戸参勤の発着地として波無し丸をはじめ100余艘の帆船が置かれ、また京大阪との交易の窓口の港町としても大変繁栄しておりました。このため町民の気質は明るく、芸能も盛んであったようです。当時、日本各地では伊勢参り、おかげ参りが大変流行しており、鶴崎からも伊勢参宮に赴く者が相当におりました。それら三段の人々が伊勢踊りを覚えて帰り、風土と相まって盛んに踊られるようになり、当地に定着したものが猿丸太夫ではないかと伝えられております。大正12年には国宮長子女王殿下に、大分県の代表的な伝統芸能として鶴崎踊りをご覧いただくことができ、全国的にも知られるようになりました。これを機に鶴崎踊りがより一層発展するようにと、大正13年に町役場町民を挙げて鶴崎踊り保存会が発足いたしました。このように踊り伝えられた鶴崎踊りは昭和61年に国の無形民俗文化財に選択され、今日では大分県を代表する郷土の民俗芸能となっております。この鶴崎踊りの大会として、毎年8月、旧盆過ぎの土曜と日曜の2日間、大分市鶴崎公園グラウンドで本場鶴崎踊り大会を盛大に開催しております。大会のために練習を重ねてきた鶴崎踊り保存会、町内会、企業、その他多数の団体の踊り子たちが旗を先頭に、色とりどりの華やかな衣装で大きな櫓の周りに集まります。やがて大野川を渡る涼風に乗って流れる三味線、横笛、胡弓などの囃子の音と口説きに合わせて七重八重の輪になって踊り始めます。まさに絢爛豪華な花絵巻です。来ませ見せましょう鶴崎踊り、いずれ劣らぬ花ばかり。まず優雅なテンポの猿丸太夫に始まり、続いて対照的に軽快な左衛門が踊られます。文豪名物、その名も高い踊る乙女の品の良さ、当日は見物に訪れる多くの観客の心を引きつけてやみません。本場鶴崎踊り大会は
鶴崎の夏の一大風物詩となっております。ぜひお越しください。